にちは、シエルです。今回は夏の購入品紹介です。明日から出張でとある離島に行くんですけども、その出張に持っていきたいものをね、買ってきたので、今日はそちらを開封していきたいと思います。ではまずこちら、はい、こちら、このお店ね、初めてで、なんてとこだっけ、忘れちゃった、なんてお店か後で発表します。はい、ハットですね。はい、ビーチがある離島なので、まあ、離島だったら絶対海あるのか。アーバンリサーチってお店なのか全然知らなくてごめんなさい。こちら12,100円ですね。ハットです。夏らしい。はい、ちょっとかぶってみますね。どうでしょう、夏らしいです。もうちょっとブラウンっぽくても良かったかなと思ったんですけど、中の紐で大きさ調整できるのでいいなと思って買いました。ということで、こちらアーバンリサーチの帽子、今年の夏に買った水着に合わせてこちらの帽子を選びました。水着は後ほど開封していきます。アーバンリサーチのロッソっていうの、ロッソのアーバンリサーチっていうの、ちょっとごめんなさい、分かんなかった。はい、続きましてこちらです。これはですね、はい、サンダルです。ベージュの、ここがね、すごいプニプニしてる素材でできてる感じですね。シンプルでいいなと思って購入しました。靴ずれしないことを願いますね。サンダルとか靴ってどうしても最初靴ずれしちゃうんですけどね、履き鳴らさずに明日持ってきます。私の足の大きさね、 22.5 なんですけど、こちら36というサイズです。はい、夏感あふれております。はい、スナイデルは、まあ、よくね、洋服を購入し、あ、今着てるのもこの夏購入したスナイデルのワンピースです。はい、これもね、持っていこうかなと思ってます。これは、はい、こちらはですね、デニムのパンツです。これね、すごい形が綺麗で、こんな感じ、わかりにくいですね。これね、すっごい足が綺麗に見えるので、はい、即買いってやつですね。こちら12,000円ぐらいだったはずで、私は身長が153cm なので、ゼロサイズっていう S に当たるのかな、小さいサイズを購入しました。というわけでデニムゲット。丈こんな感じなんですけど、丈もね、ちょうど良かったので完璧と思って、ほら、夏。続きまして T シャツ2枚です。はい、モンクレール、はい、モンクレーの表はシンプル薄ピンクで、後ろにボーントゥープロテクト、はい、ボーントゥープロテクト、はい、こちらサイズ XS ですね。モンクレの T シャツはセールで34,000円ぐらいだったと思います。はい、モンクレちゃんで、もう1枚 T シャツを購入したんですが、はい、こちら T シャツ、おっとかぶってた、はい、こちら MSGM の T シャツ、はい、パープルのカラーですね。これね、サイズはね、 S サイズ、これもセールで1万円ぐらいだったかな、12,000円だったかな、忘れちゃった、そんぐらい。なんかパープルの T シャツあんま持ってなかったのと、ちょっとだけ丈感はね、短めで可愛いかなと思って、でデニムに T シャツ合わせたらシンプルで可愛いなって感じですね。はい、夏。続きましたこちら、巾着ダイアナさんです。ポコポコ、はい、こちらのカゴバッグ、革の部分のカラーはね、いっぱいあって、グリーン、オレンジ、ベージュ、茶色、キャメルか、でブラックもあって、夏らしくホワイトに、これね、中に巾着が入ってるんで、巾着入ってたらこんな感じだし、巾着とっても使えます。巾着ないとすっきりいろいろ入りそうです。ポケットがあってね、持ってもいいし、肩掛け用の紐もついてるんで、はい、掛けても持てるというので、両手を開けるにはこの紐をつけて、ビーチとかに置くにはこんな感じで持って使いたいなと思います。巾着の中もね、すごいしっかりしてて、ここにチャックのポケットもあるし、中にこんな感じのポケットもあるので、ね、物が収納しやすくていいなと思います。はい、そしてこちらアルマーニは、はい、こちらですね。アルマーニもこれセールでね、めちゃくちゃ安かったんですね。エンポリオアルマーニですね。コットン、こんな感じ、白い靴下、はい、こちらね、500円ぐらいでセールで購入しました。なんかね、今年というか最近ほぼスニーカー履くことが多くて、やっぱ長く歩く時にやっぱ靴選び大事だなと思って、だけど靴下履いといた方が靴ずれしにくいので靴下買いました。夏といえばのメインアイテムいきましょう。はい、こちら可愛い子が写ってます。はい、小島春菜さんのブランドですね。あ、
かわいい。コジハル、ハーリップ2ですね。小島春菜さんのブランドですね。なんかあのワンピースとかすごい可愛いのいっぱいあって欲しかったんですけど、私背がちっちゃいのでなかなかネットで買うには難しいなと思ってて、今回はこちらの水着スイムウェアを購入しました。コジハルちゃんのブランドを初めて買えてとっても嬉しい。かわいいワンピ系の水着で、前はこんな感じ、後ろもかわいい、後ろはこんな感じで背中リボンになってて、ここが結構空いているデザインですね。サイドが紐で絞れるようになってて、リボンをほどけちゃったけど、これいろいろ使いようがありそうな気がしますね。ハーリップ2って書いてありますね。手のホワホワの部分がね、これね取り外しできるんですよ。こうやって可愛く見せたいときはこれつけてたら腕んとこ可愛いし、これ取り外すとすっきりシンプルな感じでも着れるし、あとここの紐も取り外しができるので、バンドゥっていうのかな、系の形でも着れるということで、はあ、カラーが読めない。バーグンデイ、これ S サイズで 18,700円ですね。なんだろうな、レッドブラウンって感じかな。これ絶対可愛いやつ。水着ってそこまでサイズが SML とかぐらいで、水着だったら大きすぎるとかあんまりないので、なのではい、ハーリップ2で初めてお買い物ができました。イエーイ。ハーリップ2のサイト見てもらうと、こじはるちゃんの着用している写真が載ってて、すっごい可愛いんですけど、ハットと合わせてこうやって着てたのが可愛すぎたので、ちょっとハットも買いました。これさ、ハットのところにさ、ブロちゃんさ、ちょっと今雑だけどさ、これはこれで可愛いんじゃないですか。なのでなんかいろんな形ですごい楽しめる水着で、すごく最高ですね。久しぶりに水着買いましたね。毎年なんか友達が水着作ってたりする関係で 4,5 着買ってたんですけど、コロナ禍で全然買ってなかったので、すごい嬉しいです。着れることを願う、祈る。こじはるちゃん写しとく。余談なんですけど、私 AKB さんにマジシャンの仕事で何度か携わらせてもらってて、日本武道館のライブ中にマジックショーを AKB さんのね演出やったことがあって、その時に、まあ、私ちょっとね AKB の一員として紛れなきゃいけないことがあったんですよ。でその時にすごい人数わーっていて、でスタッフさんもわーっていて、武道館だし、もう人もわーっている中で、私めちゃくちゃアウェイで、なんかね AKB さんの衣装を着ながら端っこの方でね、なんか隠れて座ってたんですよ。いろんな、まあメンバーさんがわーって前通ってく中で、小島春菜さんだけが私に対してわーって手振ってくれたんですよ。もう小島春ちゃんめちゃくちゃ優しいじゃんと思って、そっから本番だったんですけど、すごいそれで小島春菜さんのこのあーっていう、この誰だかわかんないやつにあーっていう、そのね姿にすごいなんか、あー素敵な方だなと思って、私事の話であれでしたが、今回旅に持っていくものをちょっと開封して開けてますが、ラスト SK2。 そうですね、スキンケアは SK2 ですね。 SK2 で一押しのスキンパワークリームですね。はい、これがないと旅にもどこにも行けませんということで、はい、こちら SK2 スキンパワークリーム、美容クリーム、あ、テープついてるの無理やり開けようとして、 50g ってあれ入ってないんだ、このすくうやつ。はい、こちらよくわかんないね、白いクリームです。説明があれですけど、化粧水とかが変わってもクリームだけは絶対これって感じ。10年ぐらいもずっと SK2 使ってます。エアリーミルキーローションって同じ形のものがあるんですけど、もう断然私はこのスキンパワークリーム推しで、いつも大きいの買うんですけど、そのね小振り付きって言って、ちょっとこうサンプルみたいのもらえるセットみたいのが今なかったんですよ。ちょうど12,000〜13,000円だった気がします。はい、あとはなんかプラスでちょっとだけ小振りもらえますよっていう、こちらをつけてもらいました。なんか元々こんな箱に入ってなかったのにすごい豪華になりました。 SK2 で多分一番人気の化粧水と拭き取り化粧水のセットです。フェイシャルトリートメントクリアローション、フェイシャルトリートメントエッセンスということで、昔ビニールみたいなのにビョンって入ってたのにカチャ感じで、はい、スキンケア商品とかは他にもいっぱい持っていきはするんですが、今回出張のために買ったのはこんな感じです。
わけで今回は夏の購入品の紹介動画でした。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。